じゃじゃーん。今日は梅を使って梅酒を作りたいと思います。この果実酒用焼酎と瓶、ダイソーで買ってきた瓶で梅。ヘタを取ります。あ、いいね、それいいね。ヘタを一個ずつ取るらしいです。で、こっち氷砂糖。ほぼヘタがあまりない。あ、ない、これは。へえ、ない。で、なんか瓶は熱湯消毒するっぽいので、それをしたらまた次の工程。あ、なんかもうヘタないみたいなんで次の工程らしいです。持ってちゃった。早い。で、あ、持ってちゃった、はい、持ってちゃった。果実酒用焼酎と氷砂糖ね、これを使うんですね。そうです。はいはい。なんか後ろの布巾が邪魔だけど、熱湯消毒をした瓶です。これに入れるらしいです。梅どこ行っちゃったんだろう。はいはい。じゃあこれ、なんか洗ってくれた梅1キロを、梅を取って、拭くのね、瓶の中に入れる。はい、じゃあ手伝います。はい、じゃあなんかもう拭き取った梅をこの中1キロ入れました。で、今これ交互に入れんじゃないの？何と全部入れちゃったけど、全部入れんじゃん。どうすんの？でもどうせ、下に落ちるので、氷砂糖が落ちるので、今この状態で、袋全部入れちゃいます。適当すぎる。これかなり母の独自のレシピなので、参考にならないと思いますが、一応見てください。え、あれ全部入れないの？氷砂糖入れるけど、これちょっと入れて。そうなの？全部入れるよ。大丈夫？開けよっか。はい、入れます。全部入れます。全部入れんじゃん。ウケ、る。入れて、で、果実酒、お酒ね、全部、はい、この瓶の中に全部入れます。はい、これなんかいろんなもの映っちゃってるけど。いいの？いいです。ちゅうちゅう、周りのこれ全部入れるんだよね。全部入れる。はい、1キロ。しかもこれ青梅じゃないし、なんかもう熟し完熟梅だけど、結構適当。全部入れます。これ絶対なんか大丈夫？大丈夫。作ったことないでしょ、だって。大丈夫。本当に？知らないよ、私だってもうできた頃には飲めないから。終わり？終わり。はい、これで締めて、どうくらいでできるの？半年。本当に2、3ヶ月って書いてあったよ。2、3ヶ月は、シロップ。はい。これはジュースは、ジュースって言ってるけど、酒に入ってっからね。酒。うん。梅酒は。でも青じゃないよ。半年。青梅ジュースは、酒入ってるけど。そう、梅酒は色がちょっと熟した、そうだそうです。青色が、梅。はい、ありがとうございました。じゃあ2、3ヶ月後、あれ
あのここお願いします。星見てる、あれどこにあった？美味しかったか聞かせてね。うん。うん、美味しかった。もう何回かしてるけど。あ、これで？そう。本当に？そう。青くないのに？食べれる。青くない。うん。梅は青。オレンジだけど、オレンジが熟したのが梅酒、うんうん、はい、もういいや。じゃあこんなところで母独自の不思議な梅酒作って食べてるからレシピでした。皆さんに食べさせてあげてるから食べさせてあげてないじゃん。はい、じゃあバイなら。